はい、はい、私どこやったっけ。あ、だだだ。では2点目の紹介に行きます。はい、こちら品番が 3350M のデニムタイトスカートです。お色はライトブルーとブラックの2色展開で、お値段税込み5990円でございます。はい、2サイズか。あ、そうです。はい、すいません、失礼しました。あ、全然全然。じゃあサイズ、今ゆうちゃんはね、M を履いてます。はい、はい、そして私がライトブルーの S サイズ履いてます。の2サイズ、2サイズ展開になっております。はい、はい、ではゆうちゃんおすすめポイントお願いします。はい、デニムスカート、前は A ラインだったんですけど、今度はタイトスカートが登場いたしました。はい、そしてですね、これはさっきも言った通り、前スリットが珍しくなっております。そしてあとはね、フリンジがちょっと見えるかな、どうしたら見えるかな、これで見えるかな、なんか、あ、椅子が、はい、椅子がなかった。うん、ちょっと椅子ときます。ありがとうございます。じゃあちょっと喋ったことな、うん、そうな感じなので、あと下にフリンジがあるんですけど、後でちょっと椅子に乗って見せようかなと思います。なのでデニムスカートなので、結構しっかりしたデニム生地なので、これは一年中オールシーズン履いていただけるかなって思います。ブラックなので、ね、すごい使いやすい気がするので、デニムとかちょっとカジュアルすぎてあんまり着ない方とかもタイトシルエットなので、すごいおすすめでございます。色もね、ライトブルーとかもすごいなんかヴィンテージっぽくって、うんうん、かわいいので、ちょっともっと様に、はいはい、持ってもらいますね。なりますね。はい、見えますか。見えますか。いけるかなと思って。そうなんです、タイトスカートあるの。大丈夫です。オッケーです。見えますか？フリンジ見えるかな？ここにね、そう、ここが結構切りっぱなしでフリンジになっているので、そう、すごいなんかこうこなれ感というか、あの、うん、きちんとに、あの、きれいめに収まらない感じがとても可愛い感じです。もっちゃんの膝、小僧見えないぐらいかな。そうね、膝の膝下ぐらいかな。膝下ぐらいのスリットなので、うん、そんななんか肌見せがいやらしい感じは、うん、あ、ないかなと。思います。思います。はい。はい、あ、ありがとうございます。一回座れるか。あ、そうだね。あ、いける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 。OK。ありがとうございます。そうそうそう。うん、で、あの、マイスリットなので、そう動きやすいんですけど、やっぱアイラインなので、あの、若干制限されるかな。こんぐらい。まあ、なんか、大股で歩くぐらいかな。うん、なので、まあ、そんなに歩くときに支障はない感じでございます。うん、で、M と S なんですけど、私結構 M は大きいかな。ちょっとウエスト大きそうか。結構大きいので、うん、あの骨盤がさすがに広いので、うん、あのずり落ちることはないですけど、うん、多分 S な気がします、うん、こんぐらい空いてるので。あ、確かにね、モピ様は。私ね、S でもちょうどって感じ。まあ、ただでも苦しくはないですね。まあ、後ろゴムやし、なんか私もちょうどかな。ちょっとあの指、はい、あの手が入るぐらいのゆとりはあるんですけど、全然苦しさもなく、なんか全然今から食べてもあのお腹ポコとか気にせず着ていただけるかなと思うので、うん、私は S でちょうどです。私もあって S 履いてみようかなと思います。はい、思います。座って見ていただいて。OK ですよ。座った時スリット大丈夫でしょうか。こんな感じです。見えます？見えるかな。まあ足開かなかった、開いたらこんな感じ。そうだね。でもそんなにいいかな。そ確かにね。そのピラって感じはならないから。なのでなんか思ったよりいけてる気がします。うんうん、で、まあ皆さん。こんな感じで座っていただいたら、でも引っ張れたでも大丈夫よね。大丈夫ですね。うんうんうん、離れる、うん、くっつくから。ね。うん。でもそんななんかいやらしい見え方とか絶対しないかなとは、うん、思います。思います。はい。はい。ですね。うん。そうそう。そう。ね、あゆさんも大丈夫そうですね、スリット。そう、大丈夫そうだと思います。はい、思います。あ、そう、ゆうちゃん履いてみる？これ。あ、いいんですか？そうで、S履いてみようか。じゃあちょっと。私、着替えてきます、一瞬で。あ、そういうこと。うんうん、あ、OK です。 OK でございます。ね、サイズ感想絶対知りたいと思うので。確かにね。うん、あ、今から参加です。はい、ロンさんが、ゆうちゃんの丈感みたいです。あ、OK です。私が M か、これは M サイズで、うん、このくらいです。なんかあの、結構 M でゆとりあるので、ウエスト位置でちょっと変わる気はするんですが、骨盤が止まるところで言うと、ここかな。あ、ハンマー、どこや。私が履くなら多分ここぐらいなので、結構長めかな。なんかふくらはぎの8割ぐらいでしょうか、うんうん、一番太くてちょっと隠したいところは隠れると思うので、華奢な足首が見えるかなという感じです。 M はねちょっと大きいから、ちょっと今から S 履いてみますが、もっちゃんも擦ってる感じなかったので、あ、全然問題なかったと思います。いけそうな気がします。気がします。
います。ゆうちゃんにちょっと今からあの S サイズの方も履いてもらおうと思います。はい、私はちょっとあの違うこれは、ね、明日かな明日サイマー予定のあの大人気の100円もちょっと履いていますが、今からゆうちゃんに S サイズ履いてもらいます。はい、あ早いコスメ MDC もおきちゃんのデスク級ありがとうございます。しっかりと届きました、受け止めました、ありがとうございます。さっきなんかもう一個あったね。あ、あったあった、みんな大好きコーデかなみたいな。なんですかね、素晴らしい。でもいいですね、いいですね、いいですね、いいですね。あ、でも S いけそう、 S でいけそう、うんうん、S でぴったりそう、うんうん、ぴったりそう。ウエストは結構ゆとりあるかも。さすがに骨盤張ってるので、うんうん、ここで止まる感じですけど、S でぴったりだったな、うん、なんですけど結構 S でも大きめな気がするので、あのこんだけ開くのでね、気持ち大きめな気がするな、うんうん、気持ち大きめ、 S よりちょっと大きめな気がします。はい、ゆうちゃんだったら S と S、 S にする？ S だな、うんうん、私だったら S ですね、ぴったりなので私は S にしたいなと思います。はい、いやーね、チェック、デニムスカートは私は持ってなかったんですけど、かわいいからね。あ、横のポケットにスマホ入ります。こんな感じで、お、すっぽり入ります。私8なんですが、あの iPhone8 なのでそれ以上大きいのも多分入ると思うので、もっちゃん、あ、ありがとうございます。これは11も入りますね、全然入る感じなので大丈夫かなと思います。はい、あ、170センチですが夏目ちゃんのって買っちゃいました。全然いいと思います。あれね、なんか秋冬とかブーツ合わせたりしてもめっちゃ可愛いと思うので、うんうん、ぜひです、ぜひでございます。あ、ゆうちゃんとあの色違いコーデになりましたから私が一回着ようと思ってね、あんまりだから、まあ、私は一応 M 履いてみて、まあ、やっぱ M はちょっと私もウエストは大きいですね。うんうん、丈的にも低身長さんは S かな。うん、うん、あとあのサイトに一応、あのサイズ表とかウエストとかも載ってますので、そちらでもご確認いただけたらと思います。はい、はい、うん、そう、これはね、私もね、これじゃないんですけど、いつぐらいだったかな、2月ぐらいに出たデニムスカート、黒の、うんうんうん、ブラックデニムのスカートをひたすら履きまくってるんですけど、あの本当にいいですよデニムスカートいや、めっちゃ履いてるよね。そう、めっちゃ履いてるんです。あれもね、ちょっと裾フリンジになってて、あの後ろに、あれも後ろにスリットがあったのかな、うん、けどめっちゃ履きやすい。なんかスカートなんでなんかデニムやけど、そんななんかやっぱ風通しがいいんでね、なんか暑さもそこまで、なんか今の時期着てもあんまり感じないし、あの本当に可愛いのでおすすめでございます、デニムスカートはなんかついてるな、私なんかついてるね。はい、あ、ちかさんサイドアングルお願いします。 OK です、こんな感じです。まあ、あのタイトなので、まあ、全くカーボンライン拾わないとは言い切れないんですけど、まあ、マーメイドとかと比べたらそんなそこまでかなと思います。うん、まあ、このお尻部分はね、ちょっとあの軽く拾うかもしれないんですけど、でも捨てとかがやっぱデニムなんでないので、あのプラスペチ履いてもらったりとかしなくていいので、その辺は涼しいかなと思います。はい、あ、リリーさん、マピちゃんのブラックデニムスカート再販しませんか。あれはね、ちょっとあの多分在庫がなかったんじゃないかな、ちょっと再販は今のところ予定がなくて、うん、でもこっちの方がちょっとあの生地感薄いかも、だから今からの時期にはしやすいかな。多分あのブラックデニムスカートの再販予定がちょっと今のところはない感じだったと思います。はい、うん、です。ちょっと下戻りますね。あ、嘘嘘、上行きますね間違った、なんか自分でしながら全然逆の方見てた。うん、あ、あやこさん、前にまきちゃんが買ってたブラックデニムスカートと比べて柔らかさとかサイズ感とかどうですか。あ、でもサイズ感はね、ウエストは多分あれ後ろゴムとかじゃなかったんですよ、バックゴムとかじゃなかったんで、結構こっちの方があのゆとりがあるんだと思います。なんか結構前、私が買ってた方は結構ここの骨盤をこうってちょっとうんってやらないと入らなかったんですよね。入るけどなんかちょっと若干引っかける感じはあって、でもこっちはほんとすんなり、なんで上下の苦しさとかもないですね。うん、だからインしても T シャツとかイ
にしてもこっちの方がなんかもたつきとか苦しさは私 S 履いてて全然あの感じなかったです。うん、生地感こっちの方が柔らかいですね。なんか、前の方がもうちょっと分厚くて、私はちょっと忘れちゃったんですけど、前の方がもうちょっと分厚かった感じがする。うん、しこっちの方が柔らかいから、その座ったりとかするのはこっちの方がしやすいなと思いました。うん、です。はい、花 サイズ感的にはでもこっちの方が履きやすい。ピタッと感は全然ないです。この辺とかウエスト、私さっき S 履いてたんですけど、 S でもちゃんとインしてもこの辺は全然フッてな、苦しさは全然なかったです。うん、あ、こっちの方が結構履きやすいかなと思います。薄手足。うん、選びました。はい、あ、全然です。